敵地でバーレーン代表を5対0で破った日本代表の解消ぶりには、韓国メディアも驚きを隠せない様子だ。画像、日本代表のバーレーン戦出場16選手監督の祭典、寸評を一挙紹介。4人が7点の高評価。マムは 2G1A の9番。日本、バーレーンに5-0対象。W 杯予選2試合12ゴールと爆発。一般市、中央日報。 日本サッカー、またゴール爆竹。オーストラリア破ったバーレーンに5-0対象。通信者、連合ニュース。また対象、圧倒的な日本。バーレーンに5から0干渉。2連勝プラス12ゴールプラス首位。サッカー専門誌、4-4-2コリア。日本、また対象を収めた。バーレーンに5-0で W 杯最終予選2連勝。ネットメディア、スポーツ韓国。 中国に7-0対象した日本、バーレーンも5-0制圧、2試合12ゴール、ゴール爆竹、総合メディア、イーデイリー。2試合12得点、強大な攻撃力見せつけた日本、バーレーン下し最終予選2連勝、一般市、ソウル経済。特に、スポーツメディア、SPOTV ニュース、は、本当にうまい、日本。 死の組で2試合12ゴール爆発と見出しを打ち日本がホーム、アウェーで大差なく対象した。簡単に2連勝をマークし、8大会連続 W 杯出場に向けて非常に良いスタートを切ったと絶賛した。ネットメディア、スターニュースも同様に、日本はホームで中国相手に7対0の対象を収めたが、その雰囲気を維持してバーレーンも破った。2試合戦っただけだが、 アジアで別次元のレベルであることを示した。12得点を決め、1失点もしていない。日本国内のメディアも優れた成績に賞賛を送ったと森安ジャパンの解消劇を報じている。中でも、スポーツメディア、X スポーツニュースは、早くも本大会行きに青信号と断言。日本は W 杯アジア最終予選の開幕2試合で実に12得点。 無失点という記録を残し、アジア最強チームであることを証明した。グループ内で競争相手に挙げられたサウジアラビア、オーストラリアが苦戦したことで単独首位に躍り出たと伝えていた。また、日本が2連戦で完璧な試合を繰り広げたと報じたサッカー専門メディア、インターフットボールは、韓国はアジアの虎と呼ばれ、アジアの伝統的な強豪として名を馳せた。ただ、 現在のパフォーマンスであれば、アジア最強と評価されるかは疑問だとし、自国代表と日本を比較して次のような見解を示した。韓国は日本との格差が広がっている。日本は決してスーパースターが多くいるわけではないが、毎回良い試合を披露する。これは選手に依存するというより、優れた組織力を機に、約束されたプレーで試合を展開するという意味だ。 森安はじめ監督は確固たる戦術のカラーを維持し、日本を強いチームへと作り上げた。本明墓監督率いる韓国代表も、日本のように堅固になれるかが注目される。